札幌バープランジのヨダシロウダバゲール。オーターバーケピーオートバックストローヒカルーレース。敗北を知りたくてですかね。まあ2連敗中なんですけど。いやー、まあ前の試合が楽しくて楽しくてもう忘れらんないっすよ。もうまた出ようと思いましたね。はい、特にねえな。未責任納金ポンポコリン、お前の頭をポンポコリン。パッ、本物の格闘技教えてやろうかなと思って。お前北海道から来てんのねえ。いつも寒くてさ、服いっぱい着なよなあ。お前筋肉あるの？じゃあお前その20パックくらいしてろっか。ボコボコにしてボッコボコ。キラースライドヒカルンビーム、第三の目からビームを放って相手の目をパーってやってビーム。ビーム産んでくれてありがとう。いや対戦相手お母さん。おい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 、この動画ってさ、なんでお前服着てねえの？俺服着てんだけど、ないの服が。お前君ホームレス？ん？せっかくだったら全部脱げよ、パンツまで。俺が主役。俺が主役。青コーナー、ブランジュ、与田二郎選手。赤コーナー、バー、KP、オートバックス、ヒカル選手の入場です。さあ、第9試合キックルールで行われます。ラスト一発。よし行こう。
ラスト10でちらの終了。お知らせします。2対1で青コーナー与田次郎選手判定勝ちとなります。さあ、この試合は勝利戦と出しまして、株式会社インクサメリ高級フェイスバッグを贈呈いたします。セコンドの方々、ありがとうございました。今すすきので、ラーメン屋を出そうと思って麺屋与田で、オープン予定なので、ぜひ北海道来た時は、麺屋与田検索して
ぜひ来てください。ありがとうございました。